富士は日本海軍の駆逐艦、もみ型駆逐艦の13番艦である。1921年5月31日、駆逐艦建造で有名な富士長田造船所が手掛けた初の駆逐艦として竣工。二等駆逐艦に類別され、以降は艦隊任務や水雷学校練習艦任務に従事した。1926年3月の大告地事件で、富士は 姉妹艦のハ萩、ツタラと共に、鎌田正三司令が率いる第十五駆逐隊に所属しており、中国の大航機に停泊していたが、王航機に停泊していては迅速な連絡ができない。上に、風波が強いとして、鎌田司令は艦隊司令の許可を待たずに駆逐艦不ウスからなる艦隊で王国地への侵入を強行した。その素行中に中国国民軍から、 猛烈な射撃を受けたため、富士の基銃で中国側の陸上砲台に反撃し、艦隊は横行機に戻った。この戦闘で富士に座上していた鎌田司令以下3名が負傷している。1940年4月1日には、小海艇に類別され、第36号小海艇と改名された。1942年からは、ソロモン方面に進出して、戦団護衛を行った。 また、1942年8月17日のアメリカ軍によるマキン奇襲上陸を受けて、駆逐艦2隻と第36号小海艇によるトラックからマキンへの増援の陸戦隊輸送が行われ、第36号小海艇は8月17日にトラックを出発して8月22日にマキンに着いた。1944年3月30日に、 パラオで敵機の攻撃を受け損傷、そのままスラバヤで終戦を迎えた。戦後、福音船として引き上げ作業に従事中、ジャワ島付近でインドネシア海軍に奪取されるが、後にイギリス・オランダ海軍が出動し奪還された。その後、1946年7月に戦時賠償艦としてオランダに譲渡され、解体された。日本海軍史第9艦。 第10巻の召喚履歴及び官報に基づく第36号紹介定に関するカテゴリーありがとうございます。